レイクのキャンプに思いを戻そうとすると途方もない躊躇と嫌悪感なしではいられない。またそこで我々が実際に見出したもののことを、また恐怖の山々のあちらにある他のもののことを考えようとすると、どうしても細部を省略してしまいたいという誘惑に駆られるし、はっきりした事実と逃れようのない推論を提示する代わりにほのめかすだけで済ましたいとも思ってしまう。望む楽は私がすでに多くを語っており、残りについてはざっとした俯瞰図を示すだけにできますことを。残りというのはつまりキャンプで見た恐怖のことだ。以下のことはもう述べた。風に襲われた大地。被災した風よけ。かき乱された機械類。我々の犬が示した様々な動揺。ソリ及び他の備品の紛失。隊員と犬の死。ゲドニーの不在。気違いじみたやり方で埋葬された陸体の生物標本。構造上の損傷の割に異様なほど健全な組織。4000万年も前に死滅した世界から掘り出されたというのに、言い忘れたかもしれないが、犬の死体を数えたところ、一頭がいなくなっていた。後になるまで、我々はそのことを深く考えなかった。そう、それについて考えたのはダンフォースと私だけだった。私が触れることを尻込みしてきた主な事柄というのは、次のものに関係している。一つは遺体のこと。もう一つはいくつかの微妙な点で。それらの点は目前の混沌状況を説明するおぞましくも信じがたい理由となるのかもしれないし、ならないのかもしれない。当時私は人心をこれらの点からそらしたままにしておこうと試みた。というのも、その方がはるかに簡単な、はるかに普通の解決法だったから、レイク隊の誰かに突発した狂気に全てを押し付けてしまう方が、地球のあらゆる謎を秘めた石爆たる中心地にいて、悪魔のような山嵐に吹かれれば誰だって頭がおかしくなってしまったはずだ。そんな風に見える状況だった。何より異常だったのは、無論のこと、遺体の状態だった。人間だけでなく犬のも、それらは全て何らかの恐れるべき闘争状態にあって、全くもって説明不能な悪魔めいた方法で切り裂かれズタズタになっていた。我々に判断できた範囲では、死因は前例とも考察ないし裂傷だった。はじめに混乱を引き起こしたのは明らかに犬だった。というのも不十分な作りの犬囲には内側から力ずくで破られた形跡が見られたからだ。犬が地獄めいた死生代の有機体を憎んでいたためキャンプから離れて設置してあったのだが、この予防措置は無駄だったようだ。怪物のような風の中で一人ぼっち。周りは不十分な高さの薄っぺらな壁。犬たちは逃げ出したに違いない。風そのものからか。あるいは悪夢のような標本から漂うかすかなしかし強まりつつある匂いからか。それは誰にもわからない。もちろんそれらの標本はテント布で覆われていた。だが、低い南極の日が次第に布を温めていき、レイクが言及していた通り太陽の熱のため、そのものの異様なほど健全で強靭な組織が弛緩し伸長していくことになった。おそらくかけておいた布が風にはためいてそれらの標本をぶつかり合わせ、その結果信じがたいほど古い標本であるにもかかわらず激しい刺激臭を外部に漏らしてしまったのだ。だが何が起きたにせよそれは十分に忌まわしく厭わしかった。多分上品ぶっていないで最悪の事柄を話してしまった方が良かったのだろう。断定的な意見陳述にもかかわらず、ダンフォースと私が直接観察したもの及びそこから極めて厳格な論理によって導き出したものに基づくと、失踪したゲドニーは我々が発見した胸が悪くなるような恐怖に対して一切責任を負っていなかったのである。先ほど私は死体はひどくズタズタにされていたと述べた。今私は付け加えなければならない。その中には最も奇妙で冷血かつ非人間的なやり方で切開され内部を抜き取られていたものがあったと。
犬も人も関係なかった。健康的でよく肥えていた者たちの死体は、4本足のも2本足のも、注意深い食肉解体処理作業員がするようにほとんどの固形臓器を切除され持ち去られていた。その周囲にはなぜか塩、飛行機に積んであった輸送箱を乱暴に壊して取り出された、が巻いてあり、最悪に恐ろしい連想を呼び起こした。その作業がなされたのは荒っぽい作りの飛行機用風よけの一つの中で、そこから飛行機が引きずり出されていた。足跡があれば推論の一つも立てようがあったのだが、後の風がすべて吹き払ってしまっていた。切開された人体から乱暴に切り取られた衣類の歯切れが散乱していたが、何のヒントにもならなかった。崩れた囲いの隅の雪の上にぼんやりした足跡が残っていたような気がするが、そんなのをどうこうしても無駄だった。人間の足跡のような感じは皆無で、哀れなレイクが何週間も前からずっと繰り返していた化石の足跡の話から生まれた勘違いに決まっていたからだ。クルエル山脈に覆い尽くされたかような山陰では、人は自分の想像力について注意深くあらねばならなかった。前述の通り最後まで見つからなかったのはゲドニーと一頭の犬だった。かの恐怖の風よけについた時点では2名の隊員と2頭の犬が行方不明だった。が、おぞましい墓地を探査した後、あまり被害を被っていなかった解剖用テントに入ったところ、あることが明らかになった。それはレイクが立ち去った時のままではなく、間に合わせに作った実験台の上から、覆いをかけてあった例の原初の怪物の部分標本が持ち去られていた。そう、確かにその時点で我々には分かっていたのだ。先に発見した基地がいじみた6体の埋葬物、すなわち6つの不完全体のうちの1つ、著しく不快な臭気をかすかに漂わせていた一体、ハレイクが精査しようとして切除した標本をかき集めたものに違いないと。実験台の上及び周囲には他の物体が撒き散らされており、それらが慎重だが異様かつ未熟な手つきで解剖された一人の人間と一頭の犬であると推測するのに対した時間は必要なかった。犠牲者の名前は生存者の心情をおもんばかってあげないでおく。レイクの解剖器具は紛失していたもののそれらを注意深く清掃した証拠があった。ガソリンコンロもまたなくなっていたが、周囲に奇妙なマッチの残骸があった。我々は人体の各部を他の10名の遺体の隣に埋葬し、犬の各部を他の35頭の犬と一緒にした。実験台の上には奇怪なシミがあり、その近くには雑な扱いを受けた随理の書籍類がごたごたとばらまかれていた。これらについて憶測を巡らすには我々はあまりにも当惑しすぎていた。キャンプの恐怖で最悪だったのがこれだ。だが他の物事も同じくらい何が何だかわからなかったのだ。失踪したゲドニー、一頭の犬、8体の無傷な生物標本、3台のソリ、いくつかの機器類、随理の科学技術書、筆記用具、懐中電灯と電池、食料と燃料、暖房器具、予備のテント、毛皮のがいい、その他なくなってしまったものについて正気な頭で思いつくような推測などなかった。いくつかの紙片の上に散乱したインク雫も、飛行機をはじめとするキャンプ及び掘削現場双方の全機械装置に歴然と残っていた。あたかも奇妙な異国人の手がぎこちなく実験的に動かしてみたかのような跡も同様だった。犬はこれらのおかしな具合に乱された機械類をひどく嫌っているように見えた。さらにこんなものもあった。食料貯蔵室のぐちゃぐちゃぶり。特定の食品の紛失。最も相応しからぬところから最も相応しからぬ方法でこじ開けた缶詰の忌まわしいほどコミカルな山、おびただしい数のマッチが散乱し、それには元通りのも折れたのも使用済みのもあって、もう一つの小さな謎を形作っていた。謎といえばまた、そこらに転がっていた 2.3 のテント布と毛皮の外衣には我流で非正当的な切れ目が入れてあり、想像の及ばぬ用途に応用しようという不器用な努力を物語っていた。人類と犬類の死体に対する不適切な扱い。損傷のある死生代の標本を埋葬したクルエル墳墓。これら一つ一つが明らかに分裂症的な狂気の現れであった。
まさに現在のような事態に置かれることを見越して我々は注意深く写真を撮影した。キャンプにおける常軌を逸した混乱状況の主たる証拠として提供することができるように。そして企画中のスタークウェザー。ムーア調査隊の出発を取りやめるよう懇願するに際しそれらの焼き増しを用いることになろう。風よけの中で死体を発見した我々は、まず基地がいじみたゴススキ星型の雪の塚の列を撮影しこれを暴いた。これらの醜悪な墳墓及びその上に記された点の集団のクラスタと、哀れなレイクが残した不思議な緑っぽい石鹸石の記述との間の類似に気づかないわけにはいかなかったからだ。そして大きな鉱物標本の山の中から問題の石鹸石をいくつか見つけ出したとき、我々もその著しい類似性を確認した。はっきりさせておこう。全体的な形は忌まわしくも死生代の生物の人手状頭部を思わせ、この暗示が過労に陥ったレイク体の中で感受性の高い隊員に強く働きかけたに違いない。と我々皆が考えた。実際の埋葬物を初めて我々自身の目で見た時はもう恐怖でいっぱいで、ピーボディと私の想像力はこれまで読むか聞くかした何かショッキングな原初の神話へと舞い戻ってしまったのだ。気のめいるような極地の孤独と悪魔のような山の嵐にさらされ、その上、かような者どもが存在し続けるのを目の当たりにしてしまえば、それだけでレイク体の気が触れたのも無理からぬことだという点で全員の意見が一致した。口に出して言う限りにおいては、誰からともなく、生存の可能性が残る唯一の死体であるゲドニーを中心とした、狂気が原因だということになった。だが私は、我々一人一人の脳裏にまともな頭の持ち主ならとても口にできない種類の豊昇な推測が巡っていたことなどないと断定するほどナイーブにはなれないのだ。その日の午後シャーマン、ピーボディ、及びマクタイはゲドニー及びその他種々の噴出物を探して周囲の土地の上空を長時間巡航し、双眼鏡を用いて地平線を徹底的に調べ上げたが、何も浮かび上がってこなかった。彼ら捜索隊は、見渡す限り巨大な壁のような山地が左右にどこまでも連なっており、基本的な山体派途切れることなく標高の高いまま続いていると報告してきた。だが、いくつかの峰々の上には例の規則的な立方体と砲塁が武作法にも一層明瞭に載っており、霊力気風のアジアの丘の廃墟そっくりで幻想的な感じが媒化されていた。雪のない裸の頂上には目で追える果てまで不可解な洞窟が口を開けているようだった。圧倒的な恐怖に苛まれつつも、我々は科学への激しい情熱と、これら神秘的な山脈のあちらにある未知の領域の脅威への探求心を十二分に維持していた。注意深く言葉を選んだメッセージの中で述べたように、恐怖と当惑の一日を終えた我々は真夜中に就寝した。だがその時にはすでに、朝になったら早速 1.2 度は、に下ろして軽くした飛行機に航空カメラと地質学調査用の装備を積んで山地を横切る高度まで上昇してみようという仮の計画を立てていたのだ。最初に飛んでみるのはダンフォースと私に決まり、早立ちを期して午前7時に起床した。しかしながら、激しい風のため、外部世界向け速報に述べたように、出発は9時近くまで遅延することになった。すでに私は、16時間後に帰島した際キャンプの隊員に語った。そして外に中継された。道理一遍のお話を繰り返した。だが今私が背負っているのは、この陳述を補強するという恐れるべき義務である。そのためとあらば、人々の心の平和のため空白にしておいた部分を埋めるため、実際にかの山向こうの秘密世界で見たものをほのめかして差し上げよう。そして最後にダンフォースを神経衰弱に追いやった脅威のことを、彼が自分一人が見たと考えているもの、多分神経による幻影だろうが、そうだとしても、のことや彼が今の状態に陥るためのおそらくは藁の最後の一本になったあるもののことをそ直ちに付け加えてくれればいいのだが、だが、彼は誇示するのだ。私にできるのはただ、後に彼が囁いた尻滅裂な言葉を繰り返すこと。二人して明白かつ現実的なショックを受けた後、風の攻めくを受けつつ山間のアイロを滑空する気上で、
彼に叫びを上げさせたある者に関する混乱した囁きを繰り返すことのみである。それが我が陳述を締めくくる言葉となろう。古の恐怖が現在まで生き残っていることを示す平易な印を私が開示してもなお、他の人々が南極内部への干渉を止めないならば、少なくとも禁断の謎を秘め悠久に呪われた冷酷な究極の荒野を、あまりに深くほじくり返すことを止めないならば、目以上しがたく、おそらくは計り知れない最悪についての責任は私にはないのだ。ピーボディが午後に飛んだ際取ったメモを丹念に読み六分儀で確認した結果、ダンフォースと私は、現地より幾分右寄りのキャンプからも見える地点を通過すれば飛行可能な山岳経路の中でも最も低い高度で済み、その標高は6900から7200メートル、だと計算した。よって探検飛行に着手するにあたり、まず荷を軽くした飛行機をこの暗部に向けることにした。当キャンプ自体は大陸自体の高原が盛り上がってできた麓の丘にあり、海抜3500メートル強である。したがって上昇すべき高度は見かけほどではなかった。にもかかわらず我々は高度を上げた際の薄い大気と猛烈な寒さとを厳しく意識していた。というのも視界を確保するためにキャビンの窓を開けておく必要があったからだ。無論のこと我々は最も厚手の毛皮を着込んだ。禁断の峰々へと接近するにつれ、クレバスが引き裂いた雪の帯と介在する氷河とが形作る線より上の黒く不吉な部分に、斜面をよじ登るようにしてますます多くの規則的な構造物が見えるようになり、我々は再びニコライ・レーリッヒが描いた奇妙なアジアの絵画のことを考えた。風色を受けた古い岩石の層はあらゆる点でレイクの速報通りであることが確認でき、これらの構法が地球の若い頃からずっと屹立してきたことを証明していた。おそらくは5000万年以上にわたって、かつてはどれほどさらに高かったのだろうか、などと考えても無駄なことだった。だがこの異様な地域のすべてのものに変化を厭う隠れ火な空気をまとう傾向があり、岩石に起こる通常の風化過程を遅らせる計算が働いているようだったのだ。けれども我々を最も魅惑し当惑させたものは山腹にあった。整った形の立方体の群れ、宝類、洞穴の口だ。私はダンフォースに操縦桿を握らせておいて双眼鏡でそれらを観察し航空写真を撮った。時々は私も操縦を代わって、航空知識に関して私は純粋なアマチュアに過ぎなかったにしろ。彼が双眼鏡を使えるようにした。たやすく見て取れたのだが、それらの素材は明るめの色をした姿勢台の、で、周囲の広い範囲をざっと見回しても類似した表面構造は総じて見られなかった。またそれらの規則性は著しくかつ神秘的であり、哀れなレイクのほのめかしをはるかに超えていた。彼が言っていた通り、気が遠くなるほどの長期間過酷な風雪にさらされ続けた辺縁は崩れ丸まっていたが、超自然的な堅牢さと素材の頑丈さがそれらを消滅から救っていた。その大部分、ことに斜面に最も近い側は、周囲の岩の表面と同じ材質からなっているようだった。全体の配置はアンデスのマチュピチュ遺跡。ないしは、1929年にオックスフォード大学、フィールド自然博物館合同調査団がキッシュで発掘した最初期の基礎壁、に似通っており、時としてダンフォースも私も、レイクによると同乗者のキャロルが言い出したらしい互いに独立したキュクロプス式ブロックという印象を受けた。このような場所でこのようなものが生成した理由を説明することは正直なところ私の手に余り、地質学者としての自らの力不足を思い知らされた。火成岩は、奇妙な規則的構造を示す。有名なアイルランドのジャイアントコーズウェイ、のように、だがレイクがはじめ噴煙を上げる円錐を疑った件を除けば、この驚嘆すべき3階は明らかなその構造からしてどう考えても非火山性だったのだ。その風変わりな構造は奇妙な洞窟口の近くに最も豊富に見られたのだが、この洞窟の外観の持つ規則性がもう一つの、より小さな謎を提供していた。レイクが速報で述べたように、それらは、
ほぼ正確な正方形ないしは半円型で、自然にできた開く後部が何か魔法の手によって対照的に成形されたかのようだった。おびただしいその数と広範囲な分布は注目に値し、石灰岩の層が溶解してできたトンネルがこの領域全体に蜂の巣状に広がっていることを示唆していた。洞窟の奥深くまでこんなにはっきりと見通すことはできなかったが、鍾乳石や石筍が見られないことは明らかだった。洞窟の外側について言うと、開き後部に隣接した部分の山腹の斜面は例外なく平滑で整っているようで、ダンフォースは風化によるわずかな割れ目と陥没が尋常ならざるパターンを形成する傾向にあると考えていた。キャンプで見出された恐怖と異様さに囚われた彼は、それらの陥没と原初の緑っぽい石鹸石の上に散りばめられた当惑するような点の集団との間に、ぼんやりした類似性が認められるなどとほのめかす始末だった。その点の集合は狂人が構想したとしか思えぬ6体の怪物を埋葬する雪塚の上におぞましくも複製されていたのである。我々は徐々に高度を上げ、より高い麓の丘を越え、山脈に沿い、先ほど我々が選んだ比較的標高の低い暗部へと騎士を向けた。我々は前進しつつ時折地上の雪氷を見下ろし、果たして昔日のより簡素な装備で陸路このような遠征を企てて得ただろうかと思った。少しく驚いたことには、地表の条件は決してそのような地上経由の旅行を不可能にするようなものではなく、クレバス他の悪所がなければ、スコット、シェックルトン、アムンゼンたちのソリを阻むようなことはなかっただろうと思われたのだ。氷河のいくつかは風によって裸にされた山道へと異常なほどスムースに続いており、たどり着いてみれば我々が選んだ飛行経路もその例外ではなかった。稜線を回り込み未踏の世界を別見しようとした時の緊迫した期待感は到底筆舌に尽くしがたく、山地の向こうの領域がすでに目にし、横断してきた地とは本質的に異なると考える理由が皆無だったとしてもその点に変わりはなかった。この壁のごとき山脈に漂う邪悪な秘密の感じ。峰々の間からちらちらと差し招く乳白色の海のような空。これらは極めてかすかで捉え所のないある要素よりなり。それを書き表しうる文字は存在しなかった。いやむしろそれは漠然とした心理学的な象徴主義と美学的連想に関わる事情なのであり、異国的な詩と絵画、そして生まれた禁断の書物の中を徘徊する古代の神話が混じり合って生まれた。一つのごったにだったという方がいい。風の漆黒すらも何か意識された邪悪な旋律に聞こえ、偏在し反響するはまたの洞窟口を風が吹き抜けるとき、一秒の間様々な音に奇怪な笛の水鳴が混ざり、あるいは高くあるいは低く広い範囲を音楽的に移ろった。そこには剣を想起させるくぐもった音調があり、あらゆる他の、異印象同様に複雑で分類しがたかった。我々は今緩やかな上昇を終え、アメロイド系の針は7070メートルを指しており、雪がへばりつく領域は遥か眼下だった。ここから上は黒いむき出しの岩の斜面であばら骨のような荒いコブのついた氷河が始まっていた。だが挑発的な立方体、宝類、小玉を返す洞窟口がこの光景に不自然で幻想的で無限的な兆候を加えていたのだ。後方の作る線をめでたどると、哀れなレイクが言及していた峰が見えた気がし、その上には確かに一つの宝類があった。それは奇妙な南極のもやに半ば隠れて見え、はじめレイクが火山活動があると考えたのはこのようなもやのためだろう。アイロが目の前に影暗く立ち現れ、風にさらされ滑らかになったその姿を、悪意をにじませつつ威圧的に立つ。ギザギザした目標塔の間に見せた。向こうには渦巻く蒸気にえぐられた空が、低い極地の陽光を浴びていた。その空の下には陶器神秘の領域があり、未だにそれが人の目に触れたことのないことに我々は思いを馳せた。もう1メートル。も高度を上げればその領域が目の当たりだ。アイロを吹きまくりながらうなりを上げ笛のように叫び立てる風と消音器を下ろした発動機の爆音の中、ダンフォースと私はもっぱら怒鳴り声で感銘深い一別のことを話し合った。
そして今我々は最後の1メートルを登り切り、分水嶺の先に広がる誰一人手にしたことのないより古くどこまでも異質な地球の謎をしかと見つめたのである。